放送局はい。皆さん、こんにちは。ゆうと放送局のゆうとでございます。はい。ちょっと今日はね、笑えない動画なので、まぁ、あ、ちょっと BGM とか効果音とか <laughs>、まぁちょっとなしでお送りしたいと思うんですが、えー、まずですね、本当に申し訳ございませんということで、えー、何が起きたかというとちょっと話していきたいと思います。先日僕、購入いたしました。というか、加藤さんから発売されたばっかりの、加藤の 頭部5万70型。こちらは私購入しまして、えー、まあ動画をね、開封動画を出しましたが、まあ、非常にかっこよくてですね、あの、動力も問題ないです。ライトも問題ないです。いいですね、つって、あの動画終わったわけなんですけど、で、あの、あとね、まあ、走行動画を撮ろうと思って、まああの、レイアウトなんですけど、レイアウトに、あー車両全部乗せてたんですよね。 で、まあ、動力者をですね、まあ、乗せようと思った時にですね、あの、なんでだろうな、マジで、これはね、後悔、大、めっちゃ後悔しておりますけどね、まあ、動力者をね、まあ、レールに乗せようと思ったその時なんですけど、あのー、はい、落としてしまいまして、はい、じゃあ乗せようと思って <laughs>、やったらですね、あのね、ありえないですよ。滑らしてしまって、 で、大体ですね、レイアウトの高さで言うと1メートルちょいあるんで、1メートルちょいですよ。1メートルちょいから落下させちゃったんですよ。そしたらね、見事に全部、はい、バラバラになってしまいました。で、正直これね、あのー、パーツちょっと曲がったぐらいだったらね、あのー、なんだ、パーツ買えばいいんですけど、 これはですね、パーツを紛失もしてるしね、破損もしてるしね、うわ、どういう状態なのかっていう、ちょっと悲惨なことになってしまいまして、とりあえず皆さんにね、これを、その、落としてしまった動力車をちょっと今からお見せしたいと思います。はい、こちらが落としてしまった動力車両なんですけど、まあ、まずどう、まあ、この車両のこれが、なんだ 外れてんのはその落としたせいで外れちゃったんですけど、まあ一応この、まガラスパーツ、これはまあ、中でハマってるだけでそれが取れたってだけなんで、ここに関しては必勝はないです。で、ボディに傷はね、入ってなかったんですよね。パンタも特に。うん。なんですが、一番ダメージを食らってしまったのがモーター車なんですよね。モーター部分なんですよね。まずですね、見てください。なんか、モーターが外れちゃって斜めになっちゃってますよね。で、今あの、今というか、 台車は今自分で付けたんですけど、まあ、落とした衝撃で台車も外れたんですけど、それと同時に、あの、連結パーツっつのか連結させるパーツもないのかあれどうなってんだあの、そもそもなんか色々やばいんすよね。あのー、今ここに足りてないですよ、パーツが。もうどっか行っちゃって。連結器のパーツもですね。 なくなってしまいまして。これ連結もできるとかできないとかそういう問題ではないんですけど。てか、この棒なんで曲がってんのあ,あよく見たら、この棒も曲がってんじゃないか。ここ、わかるかなわかりにくいよね。ここ、ほら、少し曲がってんすよね。こっちは平気なんですよ。こっちはまっすぐなんですけど、このところ、ここの棒のところ。歪んでるよ。最悪。<laughs> で、まだまだ被害がありまして。 はい。見てください。このプラスチックの白いこの棒。これもですね、見てください。折れてしまってます。あと、まあ、これは、これも曲がってんだよな。少し右に、こんな感じで傾いておりますね。折れてはいないんですけど、傾いちゃってます。これは、まあ、単にカバーが外れてしまったってだけなんですけど。いやー、見事にですよ。もうこれほんとショック。まだね、走行動画撮ってないんですよね。いや、せっかくね、動画撮れると思って楽しみにしてたんですけどね。 マジかよ。まあ、これだけはやらせてください。なんかこれ、僕が言うのもあれですけど、ほんと、こう、鉄道模型はめちゃめちゃ精密ですので、本当に、もうちょっと落としただけでこれ、こんなになっちゃいますからね。まあ、取り扱い注意してくださいって僕いつも注意してるんですよ、本当に。本当に注意してんだけどね。こればっかりはもう、どうしようもないっつったらあれですけど、 いやー、久しぶりにショックだよな。ここは、なんかね、不良品買っちゃったとかなんでね、あの、返品で交換してもらえばいいんで、別に不良品引いちゃった、まあ、それでも辛いんですけど、まあ、なんとかなるじゃないですか。これに関しては自分でぶっ壊しちゃったんでね。交換も、交換なんかできるわけないしね。あー、どうしよう。あまマジでどうしよう。 いやーで、この動画もね、出そうか出さないか、本当に迷いました。こんな動画出してせっかく買って、ああ、いいですねって言ってくれたのにね、その後こんな動画出して、ふざけんなーとかね、コメントも多分来ると思うんですよね。まあ、しょうがないですよ、それは。まあ、てか、なんで出したかっていうと、まあ、走行動画出しますよ、みたいなこと言ってて、多分これじゃあげられないじゃないですか、これね。もう走らないんで。 それで動画が上がらなかったらね、きっと、あれ、あげるって言ってないね、あ、なんで上がんないんだろうみたいになっちゃってね。まあ、結局、その、なんだ、隠すのも嫌だったんで、今回はこんな感じで正直に、はい、話しましたけど。ちょっとね、やってしまいました。うわなんか過去にもね、これ、ど、これも動画に出してないんですけど、ずっと前なんだけど、 そう、トミックスの EF64、一回落としちゃったんですよ。それの時は、あの時の方がひどかったな、ボディもね。えー、なんか割れちゃったりとかしてね。うん。あの時の方がちょっときつかったっすけど、それ以来ですわ。こんな、こんな落とすっていうのは。いやー、っていうことなんで、何より悲惨なのが壊れてしまったってのもそうなんだけど、そこ動画を上げようと思ってたのにさ、しはどうしよう心が痛いですわ。 ということで皆さん、あの、はい。皆さんもくれぐれもね、鉄道模型の取り扱いというのは本当に慎重にということで、改めて僕もこれで、もっと慎重にしなきゃダメだなっていうのをね、ちょっと、感じました。本当に。うわぁ、新商品だし余計痛いっすわ。ということで皆さん、本当に申し訳ございませんでした。走行動画はちょっとしばらく、 あげられない。<laughs> こんなこと言いたくないんだけどな。ということでございます。本当に申し訳ございません。